にゃあ、久しぶり。君と会うのは暴走した重機の一件以来だね。確かに、あれからいくつか依頼を挟んだからね。最近はどう？毎日依頼をこなして疲れてないかい？無理は禁物だよ。もっと自分を大切にしなくっちゃ。あのグレースさんがこんなに人を気にかけてくれるなんて。なんでだろうな。お姉さんね、君を見てると不思議と心が癒されるんだ。突然だけど、その抱きしめてもいいかな？挨拶の代わりというだけなら、どうか妹には内緒にしてほしい。ごめんね、もう我慢できないんだ。お兄ちゃん、手を広げてたってなんもないよ。ハグされてるのはイエスの方だもん。この丸っこいボディ、ゆらゆら揺れる耳、たまんないな。およおや、中のハードウェアをいじったね。機械が詰まってるくせにこんなに柔らかいなんてずるいぞ。まあそこが好きなんだけどね。ずっとイエスに話しかけてたの？この子を連れてきてって言ったわけがよくわかったよ。機械にぞっこんなとこは全然変わってないね。おや、いつの間に二人とも揃っていたんだい？いや、気がつかなかったな。無理に挨拶しなくてもいいけど、イエスによだれを垂らさないでね。全員揃ったし、本題に入ろう。ごめんごめん、これも職業病ってやつさ。依頼の内容なんだけど。あ、待ってくれ、かわいこちゃん。ああ、楽しい時間はあっという間だね。仕方ない、真面目にやろうか。二人とも、重機が暴走した一件は覚えてる？君たちパエトーンの協力のおかげで、白義重工はプロジェクトにおける潜在的なリスクを排除することができた。おちびちゃん、社長も少しは心のわだかまりが解けたようだし、前向きな結果だと言えるね。だけど、資産という面においては、我が社はそれなりに損失を被ったんだ。そっか。お兄ちゃん、覚えてるでしょ？行方不明になった3台の重機を探すって依頼だったけど、最後の最後に化け物が現れて、その3台を取り込んじゃったこと。そうだね。結局、我が社は当初の工事計画にあった3台を失うことになった。偶然見つけたプロトタイプはあるけど、目下しばらくは活躍できそうもないし。そこでだ。白義重工は重機の損失分を補填するために、業界を牽引する3ゲートとちょっとした業務提携を結ぶことにしたのさ。我々は技術資料を提供し、3ゲートは一部の重機を提供するんだ。今回の依頼には論理コアのデータが必要になる。前に君たちと一緒に呼び覚ましたプロトタイプに内蔵されていたものだよ。まさにそれが交換条件となる技術資料というわけさ。少し気になったのだけれど、さっきの電話は？ああ、3ゲートの関係者からだよ。どうやらお相手に立候補してるのはうちだけじゃないらしくて、双方を比較した上でより価値のある方を採用したいんだって。ま、とにかく事の経緯はこんなものかな。君たちさえよければそちらのルールにのっとって依頼を出すよ。そういうわけでパイトーン、今回もよろしくお願いするよ。それはいいけど、どさくさに紛れてうちのイヤスを触ろうとしないで。プロトタイプの論理コアは旧式だから消耗が激しいんだ。そこでエーテルエネルギーのバッテリーを積んだんだけど、今からそのエネルギーを集めてほしいんだ。エネルギーにできるエーテル物質をマークしていくから、よろしく頼んだよ。おや、あの可愛い子ちゃんは
ずっとここをさまよってるのかな。マスター、耐用年数を超えた小型輸送機械を発見しました。コアとなるデータベースにルート情報が保存されています。じゃあね、かわいこちゃん。あっという間に直しちゃった。うわ、正面から。私たちを助けてくれるの？のエーテル活性信号を検出。敵個体の可能性大。気のせいかな。地面が揺れているような。敵がいっぱいだよ。くれぐれも慎重にね。他に使えそうなのは。ナイスだね。チャージの進捗がピークに近づいている。あと少しだよ。吐き始めた。パエトーン、急いだ方がいい。な、何？あの怖そうなやつ。かわいこちゃん、待つんだ。何をするつもりだい？ありがとう。あれで最後だよ。すぐにチャージが完了する。よし、やっと満タンになったね。警告、異常なエーテル活性反応を検出。待つんだ、逃げないで。やっぱり一筋縄ではいかないか。それじゃプラン B だよ。故障診断プログラムを起動するから、敵を足止めして。
了解。どこかに行って。診断と修復はまだかい？緊急対応で操作権限を剥奪してる最中さ。もうちょっと時間が欲しいかな。警告、エーテル活性の上昇が加速しています。推測、体育の大きい、あるいは手下の多いエーテリアスのいずれかが急速接近中。さて、マスターはどちらだと思われますか？こんな緊急事態にクイズなんてしないで、フェアリー。お兄ちゃん、早く撤退するよ、グレス。権限の所在は特定できた。あとは切り替えを処理して API の呼び出しを無効化、管理者キーを照合。あとちょっと、ちょっとなんだ。グレスさん、危ない！今のは大型の奇獣？誰かがエーテリアスを攻撃してる？警告、未知の個体が接近中。これはガーディアン2型？でも随分改造されているね。ああ、一目で改造が分かったんだ。てっきり腕は落ちてるものかと思ってたけど、思ってたよりはマシだね。ひとまずホロを出よう。エーテリアスがまた騒ぎ出す前にね。脱出成功だね。みんな大丈夫？大丈夫だ。頑張ったのはイアスの方だけれど。うん、困難な状況だったけど、ひとまず故障診断は終わったと言えるだろう。化け物に囲まれてるってのに夢中で機械をいじり続けた。相も変わらず
その病的な執念は変わらないんだね。そうだ、まだお礼を言ってなかったね。さっきは危ないところを助けてくれてありがとう。それが言えるようになっただけでもあんたにしては進歩した方だ。今までたくさん同類に会ってきたけど、君みたいなタイプは初めてだよ。何さ、今さらそんな風に褒めたって。うん、見れば見るほど美しいボディラインだね。しなやかさの中に力強さを秘めている。ちょっと、いくらお世辞だって限度ってものがあるんじゃないか。なんかデジャブ。急にこんなことを言ったらびっくりするかもしれないけど、頭おかしいんじゃないの？礼儀ってものを知らないのかい？別に握手くらいならいいけど。ごめん、もう我慢できない。待って、まだ心の準備が。この表面の感触、絶縁性コーティングかな。中の動力ラインもいじってるね。耳を当てるとほとばしるスパークの音が聞こえてくるよ。なんてうるさいんだろう。でもそこが好きだよ。ああ、フリーズしちゃった。よく見たらプルプル震えてるし、顔も赤くなってる。お兄ちゃん、ちょっと慰めてあげない？少しでも勘違いした。私がバカだった。あんたはちっとも変わってない。機械だけを愛し、人間をないがしろにする冷たい鉄の魔女、グレース・ハワード。おや、君がこの子のメカニックかな？いや、はじめまして。立派なお子さんを持って鼻が高いね。うるさい！はじめましてなんかじゃない！あんたの屈折した価値観なら当時の私なんか眼中になかっただろうけどね。え？そうなのかい？でもお姉さん、君のようにイケてる改良型ガーディアンに会った覚えはないな。ヒント。違う、会ったのは私の方。それと私の作品にベタベタ触るな、この機械オタク。鉄の魔女と機械オタクには随分開きがあるように思うけど。ごめんごめん、これは職業病みたいなものでさ。改めて名前を教えてくれる？ついでにこの子の期待にまつわるデータも。案の定覚えてなかったんだね。まあ別にいいか。これで心置きなくあんたを技術競争で打ち負かしてやれる。技術競争？ああ、君がスリーゲートの言っていた第二の立候補者なんだね。その通り。このベティ・ブレンダがあんたのライバルなんだからね。この競合に勝って必ずやあんたと白技重工に恥をかかせてやる。いや、二人とも早かったね。それで可愛子ちゃんはどこかな？フォローに入らなくて済むならイアスを連れてこなくてもいいだろう。あの子にも休憩は必要だからね。ち、こうなると分かっていたら何かしら理由を捏造したのに。もう隠そうともしなくなっちゃったね。どうどう、いい子だから怖がらないで。ここにいるお兄さんもお姉さんも悪い人じゃないさ。もうロンリコアを起動しちゃったの？本当に大丈夫？安心して、今のところ部分的に動かしてるだけだから。前回の診断の後データの徹底的な整理をしたんだ。その時
エーテル侵食によって感染させられたデータから基本機能の操作権限を抽出した。あとはデリケートな残留データを削除すればプロトタイプの技術資料をスリーゲートに納品できるよ。フェアリー、デリケートなデータとやらの削除手伝ってあげられないかい？して禁断の果実テストに合格した論理子は、すなわち自我を持つ機械のコアシステムは、私の対話プロトコルと互換性がありません。無視して強制介入した場合、予期せぬ結果をもたらす可能性があります。またエーテルに侵食されたデータとは極力接触したくないというのもあります。フェアリーの力にも限界があるんだね。ちなみにエーテルに侵食されたデータに触っちゃうとどうなるの？気持ち悪さを表現する比喩を10パターン用意しました。また参考までに人間が許容できる不快指数を10点満点で評価します。じゃあ10パターン中一番気持ち悪くないやつは何点なの？11点です。やっぱり本題に戻ろう。今回の依頼はパエトーンとしてじゃなく、普段の君たちでいてくれたらいいよ。というのも、私が調整してる間、いくつかの簡単な動きを介してこの子の命令認知システムに命令と行動をリンクさせてあげる必要があるんだ。簡単に言うと、右、左、ここをタッチ、そこをタッチみたいな命令を出すから、この子の前で実演してほしい。この子はそれを見て命令と行動の関係性について学習するから。認知が形成されたら、今度はこの子の命令に従って行動して。そうすれば出来たての認知を固定化してやれる。小さな子供にハイハイやつかまり立ちを教えるようなものさ。簡単だろ。先にこの子のシステムチェックを始めておくから、君たちの準備が整ったら始めよう。お疲れ様。よく頑張ったね。これで正確に命令を認知するようになったよ。唯一の心残りは、可愛いイアスが来なかったことだけさ。はあ、あの丸っこいフォルムでポテポテ走る姿を見たくて、こんな調整プランを用意したのに。グレースさん、本音が漏れているよ。よし、これで制御システムのマッチングは十分なレベルに達した。早速フルで起動させて効果を検証しよう。本当に大丈夫？また暴走しちゃったらどうするの？大丈夫さ、準備はバッチリなんだから。部外者は全員避難させたし、この子の燃料も必要最低限の分しか入れてない。会社の保険もこないだ更新したばっかりだしね。あ、2人とも障害保険は入ってるよね。アクシデント前提の準備じゃん。全然大丈夫ないよ。安心して、私はプロのメカニックなんだから、その辺はよく心得ていると思う。うんうん、制御システムの権限には異常なし。では命令認知テストを始めるよ。5メートル前進。機体は命令を実行せず。もう一度繰り返そう。5メートル前進。おかしいな、どうして命令に従わないんだろう。またどこかが変になってるのかな。やば、お兄ちゃん早く隠れて。操作パネルのバッテリー切れだ。ああ道理で反応がなかったわけだよ。そもそも命令なんて聞こえてなかったんだからね。ああ、よかった。お兄ちゃん、グレースさんにはもうイアスを触らせないでね。ああ、イアスに限らず、うちのポンプは全部禁止だ。予備のバッテリーを取ってくるから、代わりにこの子の面倒を見ててくれるかな。
まだ認知システムが不完全だからあまり刺激を与えないようにね。それと君たちを含め知らない人を近づけさせちゃダメだよ。あははは、私も一回ビデオ屋に戻ろっかな。ここはお兄ちゃんに任せるね。慌てないで、これは認知ユニットが長時間命令を受けてないせい。システムが自己診断を走らせてる。ベティさん、どうしてここに？ん？私たち面識あったっけ？どうして私のことを知ってるんだ？それはそのグレースさんに教えてもらったんだ。ふん。じゃああんた、あの鉄の魔女のお弟子さんだからここで見張ってるわけ。それにしてもこの自己診断プログラム、どうしてこんなに強烈なサインを？もしかして。ダメだ、近づくな。心配しなくても、自分が何をやってるのかくらい。あの女が手がけた機械なら背中にリセット用スイッチがあるはずだ。それを使えば。おっと、警戒しなくていい、鋼鉄の頭でっかちくん。私はあんたを助けに来たんだ。やっぱり自己診断中に繰り返しエラーを吐いてメモリがオーバーフローしたんだね。これなら再起動で十分だ。あの女、工業用の機械に論理コアなんて面倒なものつけるからこうなるんだって。論理コアって実際のところ何なんだ？論理コアとは機械に独立した意識を付与できる貴重な技術の結晶だ。機械を啓発して禁断の果実テストを通過できるほどの自我、魂とさえ呼べるものを持たせるポテンシャルを秘めてる。とはいえ重機みたいな道具には必要のない能力だね。作業能力と効率において白技重工のマシンには独自の強みがある。それは確かに認めざるを得ないけど、生産と維持にかかるコストには到底見合ってないのが実情。でも残念ながら買い手は見栄えがいいだけの機能を求めるわけ。いかにそれが無駄で制御の効かない代物だとしてもだ。あんたに聞くけど、木を早く切るためだけに斧にエアブースターと知能システムを積んで何かするたびに我が主よって叫んでほしい。へえ、エアブースター付きの斧か。もし実在しているならぜひ拝んでみたいね。あんた大人になってもロボアニメに夢中になってるタイプの人間だね。いい？お弟子さん、道具は所詮道具なんだ。量産できて使いやすくていくらでも替えのきく使い捨て。感情を与えたり天津さえ人間より大事に扱うなんて邪道もいいとこ。まさにあんたの師匠こそがそういう人間なわけ。人格化 OS の新しい応用を掌握してるからって偉そうに人間を見下して、道具に執着するあまり本末転倒になった異端者なんだから。え、また動き出した。違う、止まれ。さっきのは無意識で、敵意はないって。うわっ、起動を中断して。はあ、危なかった。間に合ってよかったよ。君、あまり刺激を与えないでって言ったよねって。ベティ、どうしてここに？
大した用事じゃない。スリーゲートが我が社との技術提携の申し出を受理したって知らせに来ただけ。評定の日、私たちのどちらか一方だけが技術支援を勝ち取ることになるんだ。覚悟するんだね、グレース。わざわざ伝えに来てくれたんだ。お疲れ様。他に用事がないならうちの問題児の調整に戻るね。あ、そうだ、プロキシ、今日は手伝ってくれてありがとう。また力を借りたいときは連絡するから、今日はもう帰ってもいいよ。今の見た？もう少しで危ないことになってたのに、弟子のあんたよりも機械の心配をしてた。あれこそかの冷たい鉄の魔女にふさわしい態度だね。けど大丈夫、人を軽んじた代償はもうすぐこの私が払わせてやるから。遅かったね、鉄の魔女ベティ。こっちはとっくに機体のウォームアップまで済ませて紹介するよ。コアシステムを完全にアップグレードした戦闘用ロボット、ウィッチハンターアルファだ。さあ挨拶代わりと行こうか。6時と9時の方向に実弾射撃。よい。え？どうもグレースさんが調整していたのと似ているな。おっと、どうかした？グレース、あんたご自慢の人格化 OS、 私が見事に再現しちゃったのが信じられない？より安く、より生産的で、より組み込みやすいモジュール型の人格化 OS、 それでいてコストはあんたのとこの半分。これでしつこい機体の安定性評価とも、人格が暴走するリスクともおさらばだ。あんたの特許技術、市場でも随分評判みたいだね。機械を我が子のように愛するグレースならではの成果だと。冷酷無慈悲な鉄の魔女、機械を人間扱いする異端者、あんたが長年かけて研究してきた黒魔術は今この私に打ち破られたんだ。命令完了、自立防衛モードへの切り替えを推奨。許可を。マスター、許可する。随分お粗末な知能化システムですが、態度は気に入りました。私の100万分の1くらいのプロ意識があります。はいはい、フェアリー、余計なこと言わないの。お兄ちゃん、グレースさん大丈夫なのかな。僕から見ればあなたが育てた子供たちには到底かなわないと思うよ。あの子はなんて美しい声をしているんだろう。ダメだ、もう恋に落ちちゃってる。まあそんな予感はしてたけど。メカニックの音声指示にしっかり応えて、無駄な動きは一切なかったね。方向転換のスラスター一つ取っても惚れ惚れするフォルムだよ。予備のプランを提案するときにデフォルトの命令が一つしかないところも、むしろ初々しくってとっても好みだな。好み？競合相手の作品にそんなこと言ってしまっていいわけ？うんうん、なかなか立派な子だと思うよ。ライバルを褒めてどうするんだい。少なくとも今だけは我慢しないと。そうだね、今はまだ好きじゃないよ。白銀重工の特許技術を再現したとは言うけど、何か根拠があるわけじゃないからね。この子のスペックをもっと披露してもらわないと私は信じないよ。さあさあ、今すぐ間近で見せておくれ。なんならこの私が直々に分解してみてもいいんだよ。喋れば喋るほど動機が不純になっていくよ。
競合相手に自分の作品をバラさせるとでも？けどまあ、もっとスペックの証明がいるって点に関しては技術の差を存分に痛感してもらわないと。特別にウィッチハンターアルファに護送される体験をさせてあげる。スリーゲートの関係者と待ち合わせてる場所の座標をウィッチハンターアルファのコンピューターに転送したから。本当かい？ありがとう。じゃなかった。私は負けないよ。ねえお兄ちゃん、グレースさん、このままあっちに寝返ったりしないかな。ここがベティの言っていた待ち合わせ場所だね。まだお邪魔虫がいるじゃないか。行こう、戦いに備えて。代表者たちと無事合流できるといいけど。よし、ウィッチハンターアルファ護送を開始。まず手始めに前方のエーテリアスを片付けるんだ。命令授業、武力鎮圧を開始。迅速な制圧だろう。精度も抜群。ライバルを褒めてどうすんの。こんなの序の口。警告、前方に高エーテル活性の個体を検知。強敵と予測されるため正面突破はおすすめできません。適した迂回ルートを測定中。高危険度のターゲット、ロックオン。あ、飛び出していっちゃった。うわ、力強い一撃だね。
ートバックリストに記録。迂回ルートの案内を取り消しました。注意、進路が塞がれているため計画を調整する適した迂回ルートを測定中。ひょっとして力ずくで通ろうとしてるの？これは一本取られたな。お客さんたち、聞こえる？リッチハンターアルファの長距離攻撃、特別に見せてあげようか。私が構築した人格化 OS はグレースのよりはるかに正確かつ自由自在に命令を下せる。リッチハンターアルファ、前方の敵個体を消し去れ、火力制圧。ターゲット、ロックオン。命令を、誘導グレネード、クロスボウ、発射。あれ、外れ…あの子は…へぇ、それに気づいたんだ。今だ！そう、攻撃に最適なポイントを探ってたんだ。面白いね。やっと着いた。もうすぐスリーゲートの代表とその護衛をしてる治安局の警備隊が到着するはず。どうグレース、負けを認める気になった？確かにこの子は優秀だね。火力、機動力はどちらも申し分ないし、命令に対する応答も素早い。量産に耐えるポテンシャルは十分だよ。数日前に初めて会った時、この子はまだ人格化 OS を積んですらいなかった。それなのにたったの数日で私の特許技術をここまで再現するなんて。ついにあんた自身の口で負けを認める日が来たんだね、グレース。まあまあ、そう慌てないで。負けを認める前に一つ質問がしたいんだ。聞けばいいじゃないか。君にじゃないよ、この子にさ。え？ウィッチハンターアルファ、操縦席の身長制限を教えて。本機は操縦席を含むいかなる座席も非搭載。じゃあ仮に身長制限を設けるとしたら？140センチメートル以下を推奨。座席の身長制限、そんなこと聞いてどうするつもり？ベティ、今すぐウィッチハンターアルファをシャットダウンするか、人格化 OS をアンインストールするんだ。一刻も早くこの子をホローの外に連れ出さないと。はあ、何をバカな。どんな手を使ったのかはわからないけど、君の人格化 OS は私がプロトタイプのために構築したフレームワークをそのまま転用している。言うにこと書いて、とんだ難癖をつけるんだね。そこまでして負けを認めたくないのかい？意味不明な質問をした挙句、私の技術成果を東洋呼ばわりとは。140センチというのはね、おちびちゃん、うちの社長のプロトタイプ開発当時の身長なんだ。え？白銀重工の先代社長、おちびちゃんの父親であり私の養父でもあるホルスさんはね、プロトタイプが完成したその瞬間にマナ娘を乗せるため論理コアに直接身長制限を書き込んだのさ。護送の間、やけに思考パターンがうちの子と似てるなと思っていたんだ。その時はまだ漠然とした疑惑に過ぎなかったけど、今の質問で確信に変わったよ。これは私たちのプロトタイプ、すなわち白銀重工の機械だけにデフォルトで設定されている答えなんだ。それより座席を高くするとおちびちゃんが切れるからね。そんなのはでたらめだね。ただの偶然だ。これが偶然じゃないことは君が誰より一番よく分かっているはずだよ。聞いてベティ、プロトタイプの論理コアにあるデータは
診断と修復を完全には終えていない。つまり侵食されたデータがまだ残っているんだ。君がもしフレームワークをコピーしたのなら、侵食されたデータも一緒ということ。私たちはもう2時間以上フォローにいる。この子はいつ暴走してもおかしくないよ。そんな ありえない。あんたのことだからどうせハッタリだ。その手には絶対乗らない。まだ観念しないんだね。ならダメ押しをしよう。ウィッチハンターアルファ、赤緑、赤緑、赤緑。また妙なこと始めて。木箱ドラム缶、木箱、木箱ドラム缶。同じことを同時に。私がうちの子を調整するときに使う認知命令のコードだからさ。目を覚ますんだベティ、今すぐウィッチハンターアルファを止めて。ベティさん、あの時データを調整してた空き地で。警告、敵意のある行動を検知、自立防衛モードを起動。やっぱりダメだったんじゃないか。行け、ウィッチハンターアルファ。嘘つきの魔女をヒアリにするんだ。え、ベティ危ない。敵対ターゲットをロックオン、追撃を開始。プロキシ、早く後を追おう。どうして？ウィッチハンターアルファ、止まれ！暴走し始めた。あとを些細なミスだって。ほんの余興。あの子は君の大事な作品なんだろ。急いで。ターゲット機械の分際でよくも私に逆らってくれたね。お仕置きだ。そんな全部かわした。ウィッチハンターアルファ、ふざけるのも大概にするんだ。私の命令を聞け、止まれって。
上昇しています。参ったね。この程度の損傷じゃまだ制圧には至らない。くそ、くそ、どうしてこんなことに。ベティ、これからどうすればいい？まだ策はあるかい？私に聞いてるの？もちろんさ、君はあの子のメカニックだろ。あの子の機体構造は君が一番知っているはずだよ。今すぐ対策を考えよう。もう論理コアが侵食されてる。私の命令なんて聞くはずが。うわっ、しっかりするんだ。今は弱音を吐いている場合じゃないよ。やっぱロボットがますます攻勢を強めてきてるよ。利用できそうなセキュリティホールはある？ハードウェアの損傷は？緊急時プロトコルは？モジュールの欠陥は？とにかく考えるんだ。走る。なんだって？走るんだ。すぐにこの場から離れる。止めるよ。確かに私はあんたの重機からフレームワークをコピーした。それを土台に疑似的な制御レイヤーを構築しただけ。だから暴走した時の対処なんて私にもさっぱりだ。だから逃げるしかない。私たちの武器じゃ太刀打ちできないし、侵食が進むのを待ってるようなもの。君の任務はどうなる？スリーゲートの代表だってもうすぐここに来るんだよ。フォローを出たらちゃんと説明するから。あんな鉄の頭でっかち放っておけば勝手に自滅していくんだ。それにどうせ後で調査協会の人間が来るし。ふざけないで。驚いた。グレースさんもこんな風に怒鳴るんだね。どうしてこれがまともな人間の反応だってば。実験兵器が1台暴走しただけ。道具が壊れたってだけじゃないか。そんなの治安局や調査協会に任せて叱るべきだ。どうせあんたのことだから、あのロボットをほっとけないとか人間みたいに救いたいだとか考えてるんだろうけど、あんたの独りよがりな変質に私を巻き込まないで。甘ったれたことを言うんじゃない。問題を放り出して誰かに危険をなすりつけようだなんて、そんなのはただの逃避だ。君はあの子のメカニックなんだ。あの子の問題を解決するのは他でもない君の責任なんだ。君がその責務を投げ出すことでどれだけの人が命の危険を冒すことになるのか一度でも考えたかい？私もうどうすればいいか。操作パネルを渡して。どうするつもり？コントロール権限を奪還する。権限って？論理コアから？エーテルの侵食下にあるものにそんなことできるわけ？
疑似的な制御レイヤーを構築しただけ。君はそう言っていたね。中央制御が機体に命令を送るサイクル、これが論理コアを直接介さず疑似レイヤーを通じて実行されているのならチャンスはまだある。けど成功する確率は限りなく低い。それこそ奇跡でも起こらないと。冷たい鉄の魔女。え？君ずっと私をそう呼んでいたじゃないか。あまたの奇跡を呼び起こしてこそ魔女の名にふさわしいと思わないかい？どこかに行く。光栄に思いなさい。行くよ。始めよう。それ。メインシステム損傷。今がチャンスだ。ベティ、操作パネルを。パネル？あ、うん。自立優先度を下げて。疑似権限は G44。火器完成剥奪。配電を手動に変えて。動力リブート。早く！ロンリコアが暴走してる。間に合わない。リセット用スイッチを真ん中に。え、ちょっと手動で止めるわけ？条件？武器系統を落として。変えた。ここ。 Yeah!
おかえり。いい子だね。まさか治安局がこんなに早く来ちゃうなんてね。あの子の絶縁性コーティング、もう少し触ってたかったな。本当に素晴らしい手触りだったんだ。戦闘で破損してもなお。グレースさん、本当にやってのけたね。グレースさんは変態なんじゃなくて、一つの分野を深く追求しすぎてるせいで変態っぽく見えちゃうだけなんだね。失礼だな。一企業の技術担当を務め上げるっていうのはね、簡単なことじゃないんだよ。しかもこの若さで。はあ、お姉さんすっごく傷ついちゃったな。埋め合わせとしてこの可愛い子ちゃんを何日か貸し切りで遊ばせ、じゃなくて研究させてもらわないと。確かにご褒美に値するだけのことをしたわけだし。ヤス、少しの間だけ犠牲になってくれるかい？なんだ、なんだ。ベティ、こら、ベティ・ブレンダ。笑いたければ笑えばいい。私が言えることなんて何もないんだ。疑似レイヤーを構築するっていう案はなかなか良かったんじゃないかな。正門を命令に変換する機能をエミュレートしたのにはやられたよ。本物と見まがうほどだったし、実際騙されかけた。フレームワークのデータ自体が不完全だったから、実行漏れや誤作動があったし、効率もいいとは言えなかったけど、もし人格化 OS の研究に興味があるなら、プロトタイプのサンプルデータを提供するよ。もちろん処分が明けて整備士免許を取り直した後にね。本当かなわないね。技術提携がうまくいくことを祈ってるよ、グレース・ハワード。随分と優しい魔女なんだね。プロキシー、君は馬力という単位を知ってる？機械1台あたりの出力が馬の何頭分に相当するかを表す単位さ。今やほとんどの重機が何百何千という馬力で動く。その成果は馬にとっての救済だとは思わない？機械の出現で彼らは蓄力を提供するための労働から解放されたんだ。人間だって同じさ。重機1台で数十人という施工チームが危険なフォローに入らなくて済むし、戦闘用ロボット1台で多くの戦闘員がエーテリアスと戦わなくて済むようになる。本当はね、私には機械を愛してるなんていう資格はないんだ。どれだけ熱を入れようと、結局はあの子たちに身代わりをやらせてる。私が直接、あるいは間接的にでも壊した機械の数はそこいらの同業者の数倍にもなる。そんなんだから魔女なんて呼ばれちゃうんだろうね。涙が出るほど悲しくたって、心を鬼にしてあの子たちを七に送り込まなきゃいけない。でもね、こんな魔女がもっと子供たちのために全力を注いで、その犠牲に涙を流してくれる人がこの新エリートにもっと増えたら。